図形の合同、ユークリッド幾何学において、二つの図形が合同、合同とは、それらの形と大きさが同じであるということを数学的に表した概念である。場合によっては、形と大きさが同じであるほかに、一方が他方の共造である場合を含める。つまり、より厳密に言えば、二つの点集合が互いに合同であるとは、一方が 他方に東京変換、すなわち平行移動、回転および鏡へという合体運動の組み合わせで映るとき、かつそのときに限り言う。しかるに二つの異なる平面図形が互いに合同ならば、いずれか一方の図形を位置を変え、あるいは共造反転して、しかし大きさは変えずに他方の図形に一致させることができ、また紙の上に書いたそれらを切り取って必要ならば紙を裏返して、 ぴったり重ねることができる。初等期科学では、以下のような形で、合同という語がしばしば用いられるこれらの言い回しにおいて、合同というべきところを、等しい、同じという語を当てることもよく行われる。この意味において、二つの平面図形が合同であるということは、それらの持つ対応する特徴。これには辺や角だけでなく、対角線や周張、 面積などといったものも含まれるが、合同あるいは同じであることを含意するものと捉えられる。合同性と関連する概念として相似性は、図形の形は同じで、大きさだけが違いうることを意味する。ゆえに合同は相似の特別の場合である。どのような図形を互いに同じとみなすかという基準は考察している対象や状況によって変わりうる。ユークリッド幾何学では、 合同を基準とするが、例えば基準を大幅に緩めてできる幾何学が、位相育学、トポロジーであり、他にも様々な幾何学が考えられる。エルランゲン目録を参照。まず二次元の場合を考える。A、B を平面上の二つの図形と使用。A を B にユークリットの運動、すなわちを繰り返すことによって重ねる。すなわち、A のすべての点が対応する。 b の点を持つようにできるとき、a は b と合同である、または合同関係にあるという。もっと一般に、ユークリッド空間、e のある部分集合、a と b に対して、e から e への等着者像、f が存在して、f イコール b となるとき、a は b に合同である、と定義することもできる。二つの図形、a,b が互いに合同であるとき、 A, B と表す。合同関係は、同値関係の一つである。二つの多角形が合同であるためには、それらの辺の数、従って、頂点の数も等しくなければならない。辺型が互いに合同となるための必要十分。条件は、それらが持つこの辺とこの角を、変角変角のように順番にたどる。場合によっては、一方を時計回りに、他方を、 半時計回りにたどることを許すこともあるとき、それらの数値が数列として一致することである。多角形の合同は以下のように視覚的に述べることができる、この各ステップのいずれかの部分で完遂できないことがあるならば、それらの図形は合同でないことになる。ユークリットの運動のどの操作も三角形のそれぞれの辺の長さや角の大きさを変えない。 逆に二つの三角形が互いに等しい長さの辺を持ち、対応する角も全て等しければ、二つは合同であることがわかる。つまり、三つの辺全てが等しく、三つの角も全て等しいということは合同であるための必要十分条件である。この条件はもう少し簡単にすることができる。それが以下の三つである。におけるに従い、ユークリッド幾何学、言論において、 これらはそれぞれ定理として証明されている。一方、ヒルベルトによる幾何学の効率化においても、これらはそれぞれ定理として証明されているが、二辺、強科相当に関しては、これに非常に近い効率が用いられ証明されている。日本の中学校数学においては、この点を曖昧にしており、あたかもすべてが効率であるかのように、作図に頼って導入されている。さ、トリプル a ユークリッド幾何では、鋭角三角形などの情報がなければ合同性は証明できず、相似性が証明できるのみである。ユークリッド幾何のパターンに加え、球面幾何や双極幾何においては、三角形の内角の我が三角形の大きさを決定するから、トリプル a が与えられた曲率の局面上の角度の順番も等しければ合同状となる。 二つの円錐曲線が合同であるには、それらの離心率が一致し、かつそれ以外に、それらを特徴づける別のパラメータが一つ一致することが十分である。離心率は円錐曲線の形を決定するから、離心率が等しいことは相似性を言うには十分であり、もう一つのパラメータで大きさを決定することになる。二つの円、二つの放物線。 二つの直角双極線は常に同じ離心率。円は放物線は直角双極線はを持つから、これらの合同判定には大きさを決めるパラメータが共通値であることのみを知れよい。二つの多面体は辺の数が同じであるものとし、さらに面の数及び対応する面における辺の数もそれぞれ一致するものとする。この時、これら二つの多面体が合同であるか否かを、 決定することできる、たかだかこの速度からなる集合が存在する。例えば立方体の場合、この辺があるが、決定に必要な速度は、こで十分である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。